ニューヨークマンハッタンで2007年に撮影したリリー・アレンリリー・アレンはイングランドのシンガーソングライター。マイスプイスで今日まで曲が700万回以上視聴されるなどインターネットをきっかけにして人気を獲得する。イングランドロンドン市内のハマースミス出身。父親はコメディアン、俳優のキース・アレン、母親は映画プロデューサーのアリソン・オーウェン。 弟のアルフィー・アレンは俳優。様々な音楽を聴いて育ち、15歳の時に学校を中退して創作活動に取り掛かる。2005年にリーガルレーベルと契約。2006年にオーライスティルでデビュー。シングルスマイルが英国で1位となる。アメリカでは最高位49位を記録。2008年12月にはブリトニー・スピアーズのヒット曲。 ウーマナイザーをカバー。その後、プロデューサーのマークロンソンがこのカバーをラジオで流したものの、それが EMI への相談なしで、さらに無断であったために、トラブルになった。このカバーは YouTube にて公開されている。2009年には、セカンドアルバム、It's Not Me, It's You を発売。アルバムからのファーストシングル、The Fear は A シングルチャートで、 初登場1位を獲得している。2007年9月から、ケミカルブラザーズのエド・シモンズと交際。同年12月に妊娠をしたが、翌年1月に流産。2009年1月、アートディーラーで22歳年上の J ・ジョプリンと、わずか1ヶ月で交際破局。ジョプリンは、父、キースの友人でもある。2011年5月、画家のサム・クーパーと結婚。 結婚披露宴で妊娠も発表された。毒舌家で知られ、元ザリバティーンズのカール・バラーやザ・クークス、ケイティ・ペリーなど多くのアーティストに毒を吐いている。オアシスのノエル・ギャラガーやブラーのアレックス・ジェームスとは、少女時代から付き合いがある。2020年9月7日にデビッド・ハーバーとラスベガスで結婚。自宅への難民受け入れを主張していたが、自身が外交特権があると考えられる。 富裕層に賃貸契約を行っていたことが発覚し、シャンパン社回収技者、二枚舌の偽善者などと指摘され炎上したため、SNS に鍵をかけていたことがある。ありがとうございます。